丸をします。ディフェンダースマンの4畑中慎之介。ディフェンダースマンの25小池優太。ミッドフィルダースマンの6大三原隆弘。ミッドフィルダースマンの8木田拓也。ミッドフィルダースマンの9マルコス・ジュリオール。フォワードスマンの38マンガ・ダイセン。フォワードスマンの45オナイン・アドラ。フォワードスマンの7エンレイ。サブスティションです。ゴールキーパースマンの21梶川雄二。ディフェンダー背番号5ティーラトン。ディフェンダー背番号15伊藤真希人。ミッドフィルダー背番号14パーマン・チュン。ミッドフィルダー背番号26渡辺浩太。ミッドフィルダー背番号33和田拓也。フォワード背番号18水沼宏太。監督アンシェルティ・ポステコグルー。さあ続いてご紹介してまいりましょう。赤と黒竹島ユニフォーム総合です。我らが
笠原博樹、アシスタントビデオアシスタントレフェリー清水隼人、以上審判団で行います。マッチコミッショナーは小林哲也です。ビデオアシスタントレフェリー VAR、 VAR は次の3つの事象で、はっきりとした明白な間違いがあった場合のみ対応します。得点か、 PK か、退場か、カード提示の人間違いか、これ以外の事象では VAR は介入できません。主審がこのシグナルを示したときは VAR が映像をチェック中です。プレーの再開までお待ちください。また主審が VAR を用いて